教師という職業はアウトプットする職業です。アウトプットするためにはインプットが必要となります。友部幼稚園では、先生たちが学ぶことを日常化するために、インプットアウトプットとしてフリーテーマで疑問点を調べることを課しています。学ぶ姿勢を習慣づけるためのものですので、内容についての真偽は問いません。必ずしも正しいこととは限りませんので、ご了承ください。はい、それでは私のインプットアウトプットをお話しします。私は低体温についてちょっと調べてきました。というのもですね、このコロナの騒ぎが始まってから幼稚園の毎日出勤する時に朝検温してくるんですけど、私なんか異常に体温が低くて、今朝も34度キューブとかだったんです。で、何回測り直しても、まあ6度になったことがほとんどなくて、で、体温計壊れてるのかなと思って娘とか測るんですけど、普通に6度、6度とか出てくるんですよ。いや、これ私の体温、本当にこうなんだなと思って、ちょっと気になったので調べてきました。で、低体温って、よく低体温症っていうのも聞くと思うんですけど、それとはまた別なんです。低体温症っていうのは、その例えば雪山で遭難してっていう時に、その体の深部、深いところ、奥のところが35度とか、その低体温になってしまって、その臓器がうまく機能しなくなってしまうとかっていうのが低体温症で、これになってしまうと、要はその生命の維持の機能ができなくなって、生命の危機に至ってしまうことがあるっていう方のものが低体温症っていうのになります。で、低体温っていうのは、まあ、例えばちょっと具合が悪くなって、ちょっと体調が、まあ、いまいち良くないなって言って、で、体温今日なんか低いなみたいな時も、まあ、ざっくり低体温っていうふうに言うみたいで、これっていうきちっとした定義はないみたいなんですね。なんですけど、まあ、低体温っていうのがあります。で、それになってしまう、まず原因っていうのが、筋力の低下、それからホルモンバランスの乱れ、それから自律神経の乱れ、あとはストレスっていうようなことが挙げられるそうです。で、そんな風になってしまうと、こう何が良くないかっていうと、やっぱり免疫力が低下してしまって、風邪とかインフルエンザとかかかりやすくなってしまうっていうのがあります。あとはその頭痛とか腹痛とか吐き気を催すっていうことにつながることもある。あとは不眠にもつながることがあるそうなんです。あとはまあ女性だと生理不順とかそういったことにもつながってしまうので、やっぱり体温っていうのはある程度こうきちっと、まあ、6度5分とか7度ぐらいまでのところがいい体温みたいなんですけども、そういうふうにきちっとあった方がいいのかなっていうのを感じました。で、じゃあそうならないために食べ物何がいいのかなと思って調べていったら、やっぱり根菜類、いわゆる一般的にいいって言われても根菜類、豆類、お肉、あとは生姜とかニンニクとか、まあ、そういうものがやっぱりいいというふうにされています。なのでそういうものをどんどん取り入れて、あとやっぱりバランスよく取っていくっていうのが大事だそうです。で、あともう一つ改善していくための有効な方法としては、ストレスをやっぱり溜め込まない、ストレスとか疲れを溜め込まない。で、そのためにこうゆっくり湯船に浸かってリラックスをするとか、あとはその食生活をきちんととるとかっていうような、あとはやっぱり筋力の低下っていうのもありましたので、適度な運動っていうのが必要になってくるそうです。ということで、自分も生活習慣をきちんと見直したりとかしながら、またちょっと体温もまだずっとね測り続けていくと思いますので、低体温じゃなくて通常の普通の体温に戻れるように、これから6月になってまた始まりますので、元気に過ごせるようにしていきたいなっていうふうに思いました。これで終わりです。ありがとうございました。